こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの人気レンズルミルク 35mm の、こちらは第2世代になりますね。はい、二次ミレンズとも言われておりまして、まあ、癖玉とも言われるんですけれども、ルミルクスの 35mm F 値が 1.4 シリアルが3253909で、1983年のライツカナダ社製の5台になりますね。はい。で、ミルクスの 35mm は、まあ、ほぼほぼ全てがですね、このライツカナダ社製になっております。はい。まあ、開放で二次ミレンズと言われているわけですけれども、こう、2、3段絞ってあげるだけですね、かなりくっきりとしたですね、解像度の高い映像を撮るレンズに早変わりするために、ジギリとハイドとも言われるですね、レンズでもありますね。はい。まあ、それゆえに、癖玉と、ちょっと癖のあるレンズというふうに言われているわけですね。まあでもですね、プロはまあ問わず、非常に人気の高いレンズですので、ぜひですね、一度お試しいただければと思いますね。という感じで、外観から見ていきます。外観はご覧の通りですね、だいたい綺麗な感じですね。うっすらと使用感、経年感は感じますけれども、目につくようなですね、擦れ当たり、へこみだとか、ペイントロス、塗装の劣化など全く見られないですね。はい。マウント部も綺麗ですね。こういった指掛け部ですね、に、ぶつけたり擦ったりした跡もありませんし、たまに見かけるこういう真ん中のひび割れもないですね。はい。どっかに落としたり、強くぶつけたり擦ったりしたような跡は、どこにも見当たりませんね。はい。ご覧の通り、概ね備品といっても差し支えない状態だと思いますね。はい。で、レンズですけれども、レンズも大変綺麗ですね。ご覧の通り、前玉、後玉ともにですね、擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗など見られず、大変綺麗な状態をキープしてますね。はい。でもって、中玉にも曇りカビ、バルサム切れ、釣りほこりの混入も、こう肉眼でも全く見えませんので、大変いい状態の、クリアな広角をキープしていると思いますね。絞りの状態も、滑らかに軽く動いておりまして、羽の痛みや油の糊などもないですね。はい。ピントヘリコイドもいっぱいまで滑らかに一定のトルクで、動いております。はい。で、付属品がリアキャップ、フロントキャップですね。はい。でもって付属品が、こちらがですね、はい、純正のフードついてますね。フードはですね、若干小さな、まあよく見ないとわからないんですけれども、ちょっとぶつけた跡がある感じですかね。本当に薄く形が、変わってないですかね、ほとんどね。まあ、よっぽど神経質じゃなきゃ、なんか言わないとは思うんですけれども、ご覧の通り、客観的にご判断いただければと思いますね。はい。でもってですね、こちらのフードはですね、こう、ネジ式になっておりまして、中に、シリーズ7のフィルターを入れられるようになっておりまして、こちらのフィルターですね、一緒にお届けいたします。はい。ちょっと硬いんで、はい。まあ、割り回りますけどね。はい。で、持ってですね、こちらのソフトケースですね。ソフトケースと、はい、元箱ですね。こちらをお付けいたします。一応 35mm ズミルックスとなってますけれども、ですね、正真正銘のこの個体の箱ではないような感じなんですよね。シリアルがちょっと異なっているので、正真正銘の元箱では多分ないんですけれども、一応こちらをお付けいたしますね。ソフトポーチとフードフィルターですね。はい。こちらセットでお届けいたします。でもって、本個体ですけれども、熊本の中村工学様にて、整備調整を施していただいております。はい。レンズの分解清掃、ヘリコイドグリスアップですね。グリスを全部交換していただいております。で、フォーカスノブの、
修理調整、ちょっとズレがあったんですかね、しております。はい。ということで、整備調整済みのですね、はい。ライカの人気オールドレンズ、ルミリックス 35mm の第2世代になります。はい。くせ玉と呼ばれてですね、人気の高いレンズになりますので、ぜひお花にチェックしてみてください。以上です。